発しますよ。そこにパパとお兄ちゃんもいる？どうかな。妻と娘は薬を…意外と人が少ないな。どうしたものか。少し…何ですか？そうだな。おう、バレット。ワイマー、大丈夫か？自警団は動ける奴らが手分けして怪我人の救助に当たっている。任せろ。と言いたいところだが、大問題がある。噂は本当だったんだ。地下に神羅の実験場があって、そこからモンスターが湧いてる。クラウド君、何でもや頼めるか？実験場に降りて地下のモンスターを一掃してもらいたい。危険すぎる依頼だが。俺にしかできないだろう。その通りだ。頼む。お前がよく帰っ。荷物を取りに戻ったりするか手遅れたんだ。頼む。モンスターがいなくなれば救助も進むはずだ。地下から雄たけびを聞いたという報告もあったが、あと寝ることも大事。アバランチのせいで交通機関がむちゃくちゃだ。確か五番街にはおあれ、ね、あの区間7番プレート攻略事件に関する報告。
よ。皆さんのおかげで3は揃いました。本当にありがとうございます。これで営業を再開できます。はい。瓦礫から掘り出したもんだが使えるはずだ。頑張っ。運べたのはこんだけさ。気をつけてな。
すぎる。はい。気をつけてね。おう、任しとけ。そう、気合冷めてえか。じらこっちだな。いや、そこだ。そこだ。ほら、こっちまで。いえ、はあ、逃がさねえぞ。いや、
してるぜ。あぶり出す。そっちは任せる。私に任せて。強いすぎるか。よし、やっちゃおう。おう、任せとけ。うわ、そこ逃げてるぜ。うん、悔しいが仕方ねえ。切り抜けてみせる。まだまだ、うん、行くよ。
さあ。思う存分やっちゃって。
助かった。頼む。よし、やっちゃおう。よし。おう、任しとけ。もう。よっしゃ。逃がさねえぞ。
下がってくる。果てまで食らいつけ。そこかな。よし、やっちゃおう。私に任せて。よろしくね。お楽しみの時間だぜ。スッパラッ。ああ、とっておきだ。おう、やつらの三秒後を食いろ。やっかな。違う、そっちは任せる。頑張るね。ここは慎重に。よし、片付いた。地下のモンスターを倒してくれたか。ありがとう。これで俺たちも動きやすくなる。助かったよ。いろいろ大変だろうけどよ、負けんなよ。ああ、スラムの住民はこんなことでへこたれないさ。そうだ、これ少ないけど受け取ってくれ。意外と人が少ないな。先に。出てきた連中はもう先はない。ようこそ。ご休憩ですね。はあ、音楽を聴きながらダラダラするのは最高だな。ん？お前もやるか？私見たんだよ。死んだ兵がコルネオさんの館に入っていったんだよ。おい、クラウド。ん？
右腕が銃の男。ん？なんだよ。アバランチの一人がそういう男らしくってね。コルネオの手下どもが探し回ってるのさ。アバランチには今シンラの懸賞金がかかってるからね。小遣い稼ぎでもするつもりなんだろ。やることは他にいくらでもあるだろうが。右腕が銃の男を五番街で見たっていう情報があってね。花がいっぱい咲いている家に出入りしていたらしい。へえ。なっ。ダメ。それはダメ。戻るぞ。
足手まといにならないでよ。エンジェルがコルネオの財宝を7番街に配ったんです。がーさすがスラムエンジェル。私ね、決意しました。活力新聞辞めてフリーになります。スラムエンジェル専属記者になるんです。というわけで、また何でも屋さんの力を借りるかもしれません。その時はよろしくお願いしますね。前にコルネオの手下がやってきて、エアリスの家の方へ。少し前にコルネオの手下がやってきて、エアリスの家の方へ。子供たちが戻ってきました。ありがとうございます。もっとしっかりしないと、子供たちに笑われちゃいますよね。本当にこんなとこに現れんのか。右腕が銃の男、近くで見たって情報は上がってんだ。待ってりゃ必ず現れる。まあどっちにしてもこいつを連れてあちこち行くのは無理だしな。やつの様子は分かんねえ。無表情すぎて怖えよ。持ってるもんも物騒だしな。せいぜい拝んどけよ。何でも恨みを晴らす。おいあいつの右腕、俺を探してんだってな。望み通り来てやったぜ。ま、あの時の。やっぱりてめえもアバランチだったんだな。どうだろう。かの、なめてんじゃねえぞ。おい、あいつを出せ。おう。へ、コルネオさんの秘蔵っ子よ。お前ら全員ギッタギタに切り刻んで神羅に突き出してやる。うらうら行くぜ。そこ、やっ、そこだ。かわいがってやるぜ。そこ連携しよう。私に任せて。今だ、やっちまえ。しっかり立て直そう。出番だよ。おう、任せとけ。ふっ、それ行くぜ。勝てる。ふっ、ありきだけをぶつけろ。逃がさねえぞ。お見舞いするぜ。いらっ、よし、はっ、これ。どうした。おう、よし、はっ、やっ、突き崩す。そこだ。落ち着いていけ。頑張るね。気をつけてね。おう。まだやれる。
連携しよう。フリスモリオ、頼られちゃうな。負けないから。もう懲りたよ。あんたたちのことは誰にも言わねえから、見逃してくれ。五番街で見たのは人違いだった。この話を広めろ。死ぬ気でやるんだな。もしまた怪しい奴がいたらすりつぶすよ。わかりました。だって本当か。物騒な世の中だからこそ勇気を持たない。いらっしゃいませ。どちらまで。私見たんだよ。死んだ兵がコルネオさんの館に入っていったんだよ。私見たんだよ。死んだ兵がコルネオさんの館に入っていったんだよ。見つけたら持ってきてやる。そしたらベティ、みんなに聞かせてやれ。本当？ありがとう。もうしないで。こんな老いぼれが生き残ったところで。何もかも失ってしまいました。かっこいい曲。元気が出て強くなる気がする。おお、聞いてたら体が熱くなって闘争本能に火がついたってか。いても立ってもいられなくなって。いいねあんた、分かってんじゃねえか。熱く引きようぜ。
くね。あの、私も近くで聞いていい？この曲、昔好きだったの。もちろん。いらっしゃいませ、クラウド様。常連かよ。アニアンはいるか。申し訳ございません。アニアンはジムに行っております。そうだ、クラウド様、よろしければ夜のステージにご出演を。断る。なんだい、この曲が気になるのかい？欲しいなら持っていきなよ。さすがに今日は来ないかなと思ったら、さすが常連さんたち。手もみが恋しくなったらいつでもおいで。この曲こそ我が青春の調べ。わしが手本を見せてやろう。見よ、この腰。すごい。よし、お嬢ちゃんに伝授してやろう。俺たちの戦いは続く。なんてな。